皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのとしです。英語が10点から20点の高校受験生を8ヶ月で50点以上取れるようにする動画、今回は4つの場所を表す前置詞、これを覚えてください。では順番に紹介していきます。括弧1番は in 何々、in 何々で何々の中にという意味になります。ボールが箱の中にあります。 A ball is、ね、ボールがありますって言ってますよね。その後ろに箱の中にとくので in the box、 A ball is in the box、 A ball is in the box、これでボールが箱の中にありますという意味になります。括弧2番は on 何々、これで何々の上にとか on を使うと何々にこう接触している場合ですね、触れている場合、すべてこれ on を使って表すことができます。例文は2冊の本が机の上にあります。 Two books are、 2冊の本がありますと。どこにというと机の上にですから on the desk、 Two books are on the desk、 Two books are on the desk、 on the desk で机の上にという意味になるんですね。3番 by 何々、この by 何々で何々のすぐそばにとか何々のところにという意味になります。例文は少年がドアのところにいますと。 A boy is、 少年がいますと。でドアのところにと後ろに付け加えるので by the door、 こうなります。 A boy is by the door、 A boy is by the door、これで少年がドアのところにいますよという英文です。4番 under 何々、ね、under 何々で何々の下にという意味になります。例文はメアリーは木の下に座っています。 Mary is sitting、 メアリーは座っています。この後ろに木の下にとくるので under the tree、 Mary is sitting under the tree、 Mary is sitting under the tree、 これでメアリーは木の下に座っていますよという意味です。今回は4つの前置詞で位置を表すと in 何々で何々の中に、 on 何々で何々の上にとか何々に接してと、 by 何々で何々のすぐそばに、何々のところに、アンダー何々で何々の下にと、この4つ、ね、覚えてくださいね。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。